はい、伊藤氏ぎっくり腰119番の健康スポーツ整体院平原です。今日はですね、風邪と、腰痛についての関係性についてちょっとお話ししたいと思いますけど、結構腰痛で来られる方でちょっと風邪気味ですとかね、ちょっとくしゃみがすごい出てぎっくり腰になりましたっていう方、多いんですけれども、結構風邪をひかれると、まずは体力の低下による筋力のエネルギーが低下することによって、かなりですね、筋肉が硬くなったりとか、関節のですね、脂が出にくくなって、痛くなったりする可能性が多いです。で、これはですね、風邪のウイルスが体の中に入ると、体の中のね、のエネルギーが、ウイルスを駆除するために、そこの免疫系に集中するんですね。そうすると、他の機能へのエネルギー配分が後回しになると。健康を守るためにはね、大切なことなんですけれども、エネルギーがね、他で消費されると、やっぱり、筋肉の低下とか、体力がね、低下するんで、ぎっくり腰とか、腰の腰痛が、起こりやすいと言われます。なるべくですね、体力を温存して整えるっていうのが一番重要になります。気をつけてみてください。